今、YouTube の暴露王となってる東谷さんのことですよね。僕は、あの、友達ですよ。友達というか、僕は23、歳ぐらいからの友達ですね。ただ、今、東谷さんがやってることが、まあ、僕はなんで急にこんな風になってんだと思ってるんですけど、 そもそもユーチューバーのヒカルんが何かを暴露したことで追い込まれてっていうのは僕は後から知ったんですけど僕は LINE とか知ってますし待ってる状況ですね何の説明もないので誰かに合わせてあげるという BTS に合わせてあげるって言ってお金をもらって BTS 合わせずにっていう 詐欺を働いたってことなんですけども、こんな芸能人知ってますよっていうリストの中に僕の名前も入ってたってことで、その説明を僕は待ってる感じですかね。だから今の状態ではすごくフラットな感じで見てます。でも、ものすごい付き合いが長いので、20、23、4だったと思うんですね、僕が。でももうなんか気づいたら、暴露系 YouTuber にもなってたから、 今は連絡をね、なんか取れないっていう話もありましたけど、ガーシーチャンネルでしょ、芸能人の付き合いの始まりは、しんすけさんと淳さん、きっかけに僕がなってるのかどうか分かんないですけど、そもそもこう社交能力、社交性がものすごく高いですし、僕は今でもちゃんと LINE が来れば話したいなと思います、一体どうなってるのかっていうのを聞きたいですね。 でも僕から連絡するっていうのはしてないですねでもいろいろとね合コンとかセッティングしてもらったというのは確かにありますから、まあ、そんな話が出るのかな僕のことは、ね、全然暴露していただいていいんですけど僕のなんかこう一緒にいたい人が巻き込まれるのだけは嫌だなと思いますもう僕のことをいくら言ってもそれは構わないんですけど あれが暴露されたくないなでも僕は東さんって呼んでたんですけどあれ暴露されたくないなもう暴露される前に自分から言っちゃおうかな東さんがですね慎介さんとものすごく仲いいんですけど慎介さんと飲んでるから淳飲みに来ないって言われてちょっと慎介さん怖いから行くの怖いって断ったんですけど あのラインが暴露されたくないな <laughs>。暴露されちゃうのかな？